タートホールのティーショットは何割でスイングしてますか？で素振りしてたら振るし、たらとゆっくりにしちゃう。アスリートやな。自分のその体を一回確かめるって感じですね。そう、確かめる。なるほど。福岡国際中山コースのインですね。はい、10番ホール350ヤード、はい、はい、パー4になります。はい、横風バンカー方向でいいか、うん、はい、では後半もお願いします。お願いします。お願いします。首がいかれと、うん、大丈夫。ちょっと右上げよう。うん、大丈夫。OK、風強っ。風がね、風が出てきたね。負けてない。風に負けてないよ。じゃあ後半もお願いします。お願いします。じゃあ僕もとりあえずドライバーで。はい、やば、ナイス。バリトンド330ありがとう。内緒です。内緒。330ヤード、はい、はい、ドライバーです。大丈夫。風。うん、大丈夫。あ、やばいやばい。よいしょ。よしよしよしよ。内緒でーす。はい。はい、では本日もマリアさんと、はい、マルツヤさんと、はい、ラウンド対決中ですね。はい、現在マルツヤさんワンアンダー。ワンアンダー。はい、でワンオーバーでツーオーバー。はい。ナイスプレーです。ね、はい。ではちょっと質問企画やっていきます。はい。スタートホールのティーショットは何割でスイングしてますか？ちょうどいいですね、今。おー、今の。あー、なるほど。フルマックスで振ります。フルマックスフルマックスか。10のうち10ってことですか？あー、もう10で。10。そうそう。スタートホールでやっぱその力感わかんないじゃないですか。はいはい。なんでそのスタートホール力抜いたらなんか緩みが入りそうで。あー、なるほど、うん。だったらもうマックスで振り切っちゃった方が。はいはいはい。あ、まあ、もうバンと振り切っていけるかなっていう感じがするんで。そうそうそう。素振りして、はい、クラブが軽かったら振るし、はい、あー、なるほど。重かったらちょっとゆっくりにしちゃう。アスリートやな、確かになるほど、自分のその体を一回確かめるって感じですね。そう、確かめて。おー、それいい。なるほど。フルマックスはやめときましょう。いや、マルツさんこの体があるからですね。そうですね、この腕と体があるけん、うん、152ヤード、はい、7番アイアン。隣の方ですかね。まあ、大丈夫。うん、大丈夫ですね、多分。104ヤード。はい。54でいきます。つま先上がり持っていかれてるね。うん。ちょっとカットすると。やべ、トップ。体全然動かん。やばい。ちょっと左、うん、アプローチで頑張ります。アプローチで、アプローチ勝負。はい、何番でいきますか？50番でいきます。はい、はい、オッケー。わー、ナイス。ナイス。うまっ。ナイス。そこそこ行ってくれたかな、今。ナイスです。いやいや、
後半もちょっと昼飯を考えて食べたけど俺も生の昼飯マネメント、まあ、何やんかって昼飯のマネジメントがねマネジメントですねご飯を普通盛りで抑えて、はい、抑えるもうおかわりもせずやっぱ食いすぎて回らなくなるんですやっぱ回らんよねでやっぱこうやって走ったらきついしはい確かに確かに何万でいきますかはい35ヤードはいうまいうまいいやうまわおナイスナイスナイスアプローチありがとうございます15ヤードくらいかな、はい、バンカーショット58でいきます、はい、ちょっと硬いんでカーンあるかもしれないですうまいうまいおお、ナイスバンカー硬いバンカー硬いちょっと大きかったね少しだけうん、少しだけ、うん、まあまあはい許容範囲ですねナイストライ早い早いこいよっしゃおおナイスナイス、でかい。うまい。うわー、ナイス。よし。うめえ、マジで。ナイス。ナイスパーです。ありがとうございます。うわ、耐えた。すげえ、ナイス。ナイス。ボギ。ナイス。ちゃったよねよしよしよしナイスパーよしナイチナイスうまかったよねいやうまかった、うん、あれのアナスが早かったですよねいや早かった今無理早かったよねこっちあんな感じなんかなあなたも入れましたからうんパーパットいやそれこそさっきのあれよ、うん、アプローチでライン見てるからよあーあーはい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 上げるニアドより転がす10転がしてライン見る、うん、確かにねではロングですね、はい、中山コースの11番ホールパー5、489ヤード、はい、風がこれはフォローになるのかなどっちやろ上げ上げっぽい風も難しいね難しいではちょっと左ドッグ上りの、はい、短いようで多分セカンドがすごい上ってるんで、うん、打てるところに打ちたいな狙えるところに狙えるところにでは、うん真ん中の高い方向、はい、やっぱバリ引っ掛けたあー隣のロングまで行ったかも、うん、ちょっと引っ掛けたうんもうまっすぐまっすぐ、うん、ちょっとハゲたラフのところは、ね、はいドライバーでいきます。はい。
ス。よいしょ。じゃあ素晴らしい。手拭いて。暫定球打ちます。はい。二番。やばい。あ、これ大丈夫。うん、大丈夫。うん、大丈夫そう。いや。まずい。狙いがむずいね。はい。472。はい。はい。ナイスショー完璧ありがとうございます。ナイスショーナイスです。来るんよね、いきなり後半本当に後半の穏やかな、うん、練習してる時、どんなことを考え、イメージしてやってますか？スイング自体はそのやっぱもう師匠に教えてもらったことも一貫してやってるだけなんであれなんですけども、リズムですかね。リズムでしっかり振り切る。あと振るイメージをなんか音にしてだけ潰していくときはバーンっていう感じだし、振り切っていきたいときはこう球を切るようなイメージでスパッと打つっていうようなイメージでやったら、このイメージ、そうそう、したらこう振っていく振りも変わるし、なんかやっぱ出る球も変わってくるし、打つ前にこれはバーンって打とうとか自分の中でイメージしてると、とか意外と声に出して、あ、ここはスパッと打ってみようとか、バーンと打ってみようとかいう風な感じを実際に声に出してやってみたら意外とそれができたりするんで、声に出して、これおすすめですよ。マリエさんは、うちはやっぱアプローチ大事な人やから、はい、まあ、どの番手でも大体9番アイアンぐらいまで使うんで、アプローチで5ヤードに落とす、10ヤードに落とす、15ヤード、20ヤード、25、30、30までは落としどころを全部落とせるように練習するのをすごく大事にしてる。すごいもんね、アプローチやね。うん、俺あそこまで行ったらね、変態よ。やめて、変態。どう？いけるね。 YouTuber ならいける。 YouTuber なら200の杭がある方向に、200の杭がある方向、そんなことするなって言われるんで、この方向に、こっち行ってこっちでダボ、こっち行ってうまくいったらボギーいけるかも。やばい、血が騒いど、血が騒いど、やばい、4番アイアンで、やばいやばいやばい。こっちの間行きます。血が騒いでる、血が騒いじゃってます。4番アイアンで、はい、この間行きます。この間残り5発が使えるところまで持っていきたい。うまい。何で今の球？予想してなかった球ないけど。あ、根っこに当たった。根っこだった。うまく出た。でも低すぎた。215ヤード。はい。5番ウッドで行けば。はい。ナイス。おー、ナイス。ナイス。オッケー。うまい。ありがとうございます。ここもちょっと、これね、難しそうな。そうそう、まあ、これはあんまり関係ないんやけど、ライです。ライが良くないよね。はい、まあ、ちょっと6番で、はい、うまっ。ナイス。まあ、まずまずうまっ。とりあえず思った通りのところは。ナイス。今押さえたんだ。そうそう、ナモタンが気を使う。はい、もう実際俺も教えてもらったことがあって。あ、そうなんですか。はい、それをちょっと使ってみました。まあ、音にしたらどういう感じですか？音にしたらスパンと感じ。スパンと、ほんとスパッとスパッと。ナイスです。あっす。 OK、 131ヤードピッチング。はい、141ヤード。はい。うまい。うまい。はい。行こう。あ、
おい、もうちょっと手前、手前か、ちょっとダフった、やばいぞやばいぞ、まさかのロングで悲劇が、アプローチ合戦やな、アプローチ合戦、そう、そう嫌だな、サービスつけられるんだろうな、ここで、それも煽り、プレッシャー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 かからんでしょう2人のなんか練習量ってどのぐらいですか、練習量、はい、今練習されてますか、いや、僕はあんましないんですよ、あんまりしない、うん、じゃあもうめっちゃする方やから、あ、マリエさんはめっちゃする、そう、暇があれば、暇があれば、暇があれば、長ければ5時間ぐらいやってる、5時間800球ぐらい、え、でもほとんどアプローチだから、そうそう、アプローチ、ずっとアプローチやってる、週どんぐらいやられるの、でもラウンドめちゃくちゃ多いんで、週2とか3とか、ラウンドじゃない、週2と3、多いんかな、いや、多いでしょ多いですよ800球か、まだまだやな、俺、いやいやいや、頑張ろう、まあ、ただでも毎日クラブはいい、でクラブはもう常に絶対通るとこ、はい、お風呂場のとことかトイレに行くときとか通るところに置いてて、もうそこに行くたびにクラブに、はい、あ、握ってる、そうそうそう、なるほど、通り道の、あ、そうそう、通り道の置いてしたら、もう常にこの感覚を持っておきたいで、クラブは絶対毎日握ってます、なるほど、31ヤードです、はい、12度で行きます、はい、うまい、ナイス、うまい、入れボギー、はい、50度で転がします、はい、ピンが奥なんで、うまい、うわっ、くそー、うまっナイス、もうちょい、もうちょいやね、お酒です、はい、ナイス、ナイスです、ありがとうございます、全然なんだ、マジか、滝です、はい、うん、ナイス、はい、悔しそう、難しくない、このライン、いや、ちょっと難しいよね、なんか夢よりすると、うん、うちの見たでしょ、いや、見たでしょ、うん、だから俺もう絶対切れんと思ったんや、ちょっと弱いんかな、でそう、2人で食べて今のちょっと欲しかったな縮めるには欲しかったな、そうそうそう、でやっぱこういったところよ ね、 そうね、うん、やっぱ潜っていくとか、うん、あれしていくところはね、では、競技ゴルフになったらいつもスコアが悪くなります、競技ゴルフの時こそ気をつけることはありますか、はい、僕も教えてほしいですそれあれよ、コンペやと思うのが一番や、あー、なるほどね、はい、試合じゃない、なるほどなるほど、楽しいコンペ、コンペ、あ、コンペ、あ、確かに、意外にみんなコンペの時ってスコアいいじゃない、いいですね、いいですね、え、なんでみたいな、知らない人と回ったりとかもするのよかったりするから、あ、今日はコンペだっていう、そう、今日コンペだ、気が楽に楽に、確かに、あ、なるほどですね、うん、1週間前からなんかガチ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 、コンペはそんなならないですよね、そう、ならない、ならない、あ、なるほど、そうそうそう、
丸塚さんは結構ガチガチ。いや、ガチガチっていうかね、あれなんですよ、やっぱ練習量の少なさがね、やっぱそういった本番に、ね、出るんだよね、うん、どうしても悪い癖の。もう僕悪い時は大体もう引っ掛けフックなんで、もうそれがずっと連発してる時はもう本当に良くない。課題が分かってる、はい。だからもうその時はもう本当言ってるようにドライバーを封印して、得意なサマウトをもう対応してずっとそれで攻めていくっていうことをやってます。ではでは、はい、12番ホール361ヤードの緑ですね。右が浅そうですね。そうね、なんか右には打ちたくない、うん、じゃあすみません、5番アイアンでいきます、はい、お願いします。5番アイアンで、ナイス。うまい。やば。たまたか。わあ、ナイスです。よっしゃ。何番使う？何？五番の何を使う？もう本間です。本間。はい。これもうキャビティな。そうですね。ハーフキャビティかな。へえ、うん。これ親父が使ってたの。あ、打てなくなった。結構じゃ前から。そうそう。でも長いですよこれ。じゃあまず2番言って。はい。見えないね。来ましたね、飛んでる。では番手間の距離の時、大きい番手で軽く、あ、軽く小さい番手で強振、判断はどうされてますか。あ、これ前半でやった短く持って、そう、ちょっと短く持って、なんか、はい、プロから聞いた話では短く持って、例えばあのなんかマークあるじゃん、はい、イオミックとかエリートとか、あります、ね、ゴルフライドとかあの辺ぐらいまで短く持って、結構短くですね、たら5ヤードフルショットで。なるほど。でスタンスを肩幅より狭めると5ヤードって聞いたから。なるほど。そう、どっちかで調整してる。あ、多分10は縮まるから。うん、なんか番手感って大体5でしょ。あ、そうですね。だからその使いやすい方を使ってやってる。なるほど。それいいですね、うん、ぜひ参考にしてみてください。めちゃくちゃいい。やってみよう。お鉄でどんぐらい飛びますか。お鉄で大体210とかじゃないかな。多分飛ぶ。だけどちょっと今やっぱこう上に吹けてるから、はい、ちょっとロスしてる。あ、なるほど。それを抑える練習を今ちょっとやってます。やってるんですね。133、結構アゲンスト強いんで、はい、ちょっと9番やって、はい、うまい。ナイスオン。ありがとうございます。完璧。今良かったね。ナイス。26。はい。58でいきます。はい。うん。だいぶ上げる。うん。うまいよ。ちょっと押されそうね、風。ナイスオン。だいぶ風も吹かない。風ね、上げてるね。ああ、上げてますね、これは。96ヤード。はい。52です。はい。
おお、ナイス。全然風こーんやろ。引っかかった。距離感バッチシでも、距離感バッチシ。丸塚さんどうされてますか。あー、バンテカンっていうか、バンだけどその間の距離やろ。はい、だけどピンが手前やったら、まあちょっと短いやつで来るし、うん、ピンが奥だったら、なんか今打ったショットみたいに、はい、ちょっとこういう感じでポンと狙っていくかな。潰す感じで、うん、そうおー、ピンが奥だったら潰す感じで打つ。番手上げて、うん、ライナーでドーンで、うん、なるほどなるほど。あの前が結構広く使えるから、はあはあ、大きく使えるけ、じゃあちょっと低めの球でそうドーンって手前落としてちょっと前に出るかなぐらいで、ぐらいな感じで。練習量がいるね。やっぱ練習しましょう。でも基本センター狙えば問題ないんだけどね。まあ確かに確かに。最後はね困ったらセンター。困ったらセンターですね。そう、ピンが手前でも間違いないね。イノシシみたいにね、俺は全部ピンに狙っていくけど、いかんねん、それ。ちょっと盲信してたね。やっぱさ、上手い人、こう、当たり前のことが当たり前にできるんよ、うん、もう俺、ピン見えたら、ピンにしか打たんけん。それダメやね。グリーンこんだけでかいけんね、真ん中狙っとったら、どっちかに曲がっても、うん、なんとかなる、なりせん。うまっ。バーディーパット。はい。いや、切れたか。ナイスタッチ。先です。はい。ナイスパ。お願いします。ナイスパ。バーディーパットです。はい。ナイスタッチ。ナイスパー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 。ナイスです。簡単そうにゴルフします。パターもね。結構風も強いしね、うん、聞けば聞くほどめっちゃ参考になるもんね、うん、なんかこう全然帰ってくるさ、今まで のトップアマの人とかとさ、あのプロとかの人と違うよね、うん、考えたら確かに。ちょっともうちょっと身近な感じるっていう、うん、ね、やけどめっちゃためになる、ためになる。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。現在ゾーバー3オーバーですね、はい、でパープレです。パープレ、さすがです。ナイスプレ、ありがとうございます。ナイスです。引き続き視聴者プレゼントですね、はい、忘れないように、あのじゃあマリエさんから、はい、バンデルの白のサンバイザー、これ女性可愛いんで絶対、はい、もうチェックしてください。可愛 いで、マルチアさんがガードラベルトで、ガードラベルトで、はい、ここのこれギュッてやるやつですね、うん、そうですね、はい、マリエさんがインスタグラム、あ、マルチアさんもインスタグラム、はい、概要欄に貼ってますので、はい、ぜひフォローお願いします。お願いします。お願いします。では残り6ホールですね、はい、チャンネル登録して見逃さないようにお願いします。この動画がいいなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょー。ナイスー。ナイスー。攻めていった方が面白いじゃないですか、うん、ワクワクするゴルフをしたいんで、はい、登録君と同じ考えです。